《カウンセリングしている時のレインの目が気になって落ち着けない》やめてレインそんな目で私を見ないで私は何ともないわ少なくともあなたの前ではなのに。 レインは全部私を見透かしているような目で見るそう多分初めてレインに会った時にも感じたの研究対象にしてるって見透かされてるううんそんなはずはないレインが何をしてるっていうのもう彼女は納得してるはずじゃないどうかしてるのは私カウンセラーとしての自分がいないこんなことじゃダメよ こんなときこそ仕事に熱中しないとでも私が不安げにしてたときレインは何も言わずただ私を見ていたかすかに口元が笑ってたやっぱりレインはおかしいのよ一体何なんだって言うなあの子なんで誰も彼女を私から取り上げないの病気じゃないって言ってるのに もう一度ちゃんと調べよう何か嫌な感じがする何なの